のプログラムしかもそれが期間がかなり限られているものというものが、はい、その後の戦後の日本人の意識というものを、まあ、壮大にこう設計していったというようなことを語るというのはやはり無理があると、はい、で、もしその効果を検証するというのであれば当時さまざまな情報というのが他の さまざまな仕方で飛び交ってはいたわけですよね。うん、それこそ分断、日本人のさまざまな書くものであるとか、うん、戦争体験記であるとか、戦争文学であるとか、当然アメリカのプロパガンダもあったでしょうし、あの、ざまな、例えば引き上げ組なども含めて、いろんな情報がバーッとこう、うん、日本の国内に飛び交っていった。うんうん、その中からどんな言説が、まあ、リアリティを持って広がっていったのかということの検証抜きに、何かしら特定のワードに飛びついて、これこそが戦後を作ったんだ、というようなことというのは、これは歴史研究に対する、 やや冒涜的なな態度だなといいいいうう印象は今聞いていて思いましたねね、はい、そうです、ね、歴史っていうのはそんな単純なものではないのでいろんなさまざまなあの影響を受けてますしあの人間も複雑ですのでね、えー、その一つの情報を受けただけで、えー、簡単にその意識が変わるというようなことはなかなか難しいのではないかなと思いますね。例えば、うん、あの いろんな制度改革をやりましたけれどあの家制度は廃止されたけれど今でもやっぱり嫁意識、はい、えというのはやっぱりありますよね、えー、私はもう出てった人間だからとか、うん、やっぱりなかなか意識は変わらないんですねあと戸籍をな、ね、<で>くそうとしたけれども、はい、結局日本が抵抗してそのまま今でも残ってるとか、うん、ですよねあと逆にあの建国記念の日のように一旦廃止されたんですけれどやっぱり復活したあの、まあ、紀元説 が、まあ、建国記念の日という名前に変えて復活したりもしてますし、えーえー、例えば体罰の問題なんか最近すごく言われてますけど、はい、まあ戦後しばらくは別に殴ったり蹴ったりするっていうのは通常やっぱり見られたたでしたよね、えー、虐待がいけないと言いつつしかし体罰のようなものは結局温存されていったのであればその教育については失敗していたとも評価できてしまう。うんはい あのその心理作戦の長であったモナ・フェラーズという人がいるんですけれど、はいえー、この人はですね、まあ、マッカーサーの秘書官として天皇制の維持に尽力した人と有名なんですけどこの人がずっと言ってるのはあ日本の の教育をまず変えなければいけないのは、例えばその軍隊に入って最初にすることが人を殴ることだと。まあ、あの、同僚を殴ったり、はい、それでっての根性をつけると。こういう、あの、やり方を変えなきゃ殴った,ったり蹴ったりするということを変えなきゃいけないっていうふうに言ってるんですが、結局、じゃあ、占領期にそこが強制されたかっていうと、そういうわけでもないですし、なかなかやっぱり、あの、長い間身についた文化とか、えー、価値観ですね。 なかなかその変えるというのか,か現在の気に食わないものを過去の何か特定の場所にこう求めていくというような陰謀士官というものは非常にまあ注意しなくてはいけない一方でアメリカはその後、試行錯誤をさまざまに繰り返しながら日本以外にもあの戦争後、終戦後どうしていこうかということを試み続けてはいるわけですよね。はい むしろそういったその情報発信のあり方とかメディア分析というものもこれまた今後は研究を対象としていろんな方々がこう明らかにしていくことも必要になってきそうです、ねはい、そううでですすねね、まあ、アメリカはですねこの占領期に情報教育政策をやって冷戦期にもあのパブリックデ,モデプロマシーというんですが、まあ、対,対外広報活動として、まあ、アメリカの姿というのを ヨーロッパで宣伝したりしてるんですね。えー、でアメリカはあのー、こういった情報教育政策はまあ成功したとアメリカは考えているわけです。それはですね、うん、結局その占領によって日本がまあ新米国家になって今の日本。 あるのはやはりそのアメリカの占領の影響というのはまあ切り離せないと思うんですけど親、えー、米国家になったということでアメリカの,その占領政策の第一の目的であった日本を二度とその自分の国のアメリカの脅威にならないような国にするという目的は達成したわけですよ、はい、ですからアメリカにとっては成功体験であるとうん。なるほど、はい ただそれはややガディに人的な課題評価をしているけれども <laughs> アメリカはアメリカで国内向けにこのように我々は成功したんだというような、はい、それこそプロパガンダとして自分たちの占領政策というのを肯定するために強調するわけですよね。